い、どうも皆さん、こんにちは。今年もついにこの季節がやってきました。お菓子はいらないからいたずらさせて、クラクラチャンネルのーけーすけです。ぷーということで、ハロウィンイベントやってきましたね。今回はですね、特別にですね、公式さんから開発ビルドをお借りしてね、動画をお送りしていきます。で、今回はですね、何をお送りするかと言いますと、ハロウィンイベントで、こちらの限定ユニットがやってきております。こちら！はい、スケルトンバレルト、ジャイアントスケルトン。今年もね、この期間限定ユニット、やってまいりました。去年はジャイアントスケルトンとジャックオーバーバリアン、カボチャをかぶったね、バーバリアンがやってきてたんですけれども、今回はですね、スケルトンバレルがやってきております。で、ちょっとね、開発ビルドなんで、ステータスの方は、お見せできないんですけども、だいたいね、5枠ぐらいですね。5枠ぐらいのユニットとなっておりまして、まあそうですね、ジャイアントスケルトンはもう3回目だし散々動画に出してるんで、今回はですね、スケルトンバレル、こいつの性能をね、今から皆様にお見せしたいなと思います。はい、じゃあね、スケルトンバレルね、まあバルーンなんで優先攻撃目標ね、防衛施設かなって思う人いるかもしれませんが、これね、普通に優先攻撃目標はなんか、無差別らしくて、で、そして対象に届いたら、はい、見てあ、強いこういう風に破裂して、で、建物を壊すっていう、なかなかの威力、爆破のダメージで、ダメージを与えて、で、さらにスケルトンを生成するっていう、そういうユニットになっております。はい、じゃあね、施設に届く前に落とされたらどうなってしまうのか、これもね、ちょっと見ていきましょう。こういう風に出していって、まあ、攻撃受けますよね。受けてってて、はい、やられてしまうと落ちて、そこにスケルトンが生成されるっていう、面白いユニットになってますよね。なんで、じゃあちょっと一旦こう、ディアーって面出ししていきましょう。じゃあこれ複数体固まっちゃってたらどうなるのかなって思うかもしれませんが、まあそうですね、普通に、何個か弾けてて、また奥に、こう、奥にと、どんどんね、白いのが入っていくっていう、そういう感じになっておりまして、でね、タウンホール12レベルのスケルトンバレルだと、まあマックスレベル8なんですけども、スケルトンがね、結構10体以上ね、生成されて、結構タゲ取りにも使えるし、アチャクリ処理にも使えて、なかなか面白い、ユニットになってるんですよ。で、あ、これでもう全開いけちゃう？ちょっと全開いける追い逃がしますよ。どう？大砲とかもバンバン弾けちゃって、パーンって弾けて、どんどん壊してますね。で、これとかも、はい、どんどん落ちていって、で、スケルトンたちがね、生成されてます。なかなか量エグいですね、そう考えると。結構な量。で、スケルトンバレルがターゲットってたりすると、下からね、スケルトンたちが攻撃してくれたりっていう、なかなか面白いユニットですよね。これ結構、実装されてもいいのかな？でもどうなんだろう？ダリアンさん、公式のコミュニティマネージャーのダリアンさんとかは、いや、実装とかはね、期間限定ユニットそんなしないで、まあ、期間限定だからこそ楽しめるみたいな、そういう感じでね、こう出していくみたいなことは言ってたような気がします。で、はい、これも、あ、やっぱ強いね、これ。ハイブリッドでバルーンの代わりに入れるっていう、あ、でもこれ、バルーンの代わりに、スケルトンバレル入れるハイブリッドとか、いやでも無理か。対数もただでさえ冷たいのに、それに自分から落ちちゃうんで、あんまり実用性はないか。はい、ちなみに今回もですね、期間限定ユニットはね、やっぱり援軍で上げることできないぞ。ちゃんとね、しっかりと、待って、スケルトンバレル、あ、今、これいますよね。キャンプにいるんだけど、スケルトンバレル援軍で寄付することはできません。あーっと、ジャイアントスケルトンも同じです。期間限定はね、毎度おなじみ、援軍で寄付ことができないというユニットになっております。はい、じゃあね、今からですね、スケルトンバレルラッシュ、これをね、やっていって、デクロン散髪って、スケルトンバレル74体出していって、ちょっとね、フルチャレの方でね、タウンホール12全開できるかやってみたいなと思います。はい、じゃあね、タウンホール12のカッチカチのところに行きましょう。とりあえず、威力とかももう一回確認したいですね。レベルマックスのキャンプとかどう？壊すかな、これ。壊す。あ！ワンパンで壊した！強っ！で、しかも、破裂ダメージ、これ範囲攻撃とかか。範囲攻撃とかかな。と、あ、範囲攻撃だ、やっぱ強え。で、追加でできてきたスケルトンたちが、ダメージも与えたりとかして、で、施設のカットに結構使えるかもしれないですね。じゃあちょっと金山とかも、ちょっと壊していきましょう。で、こっち方向も、じゃあ、範囲攻撃を活かすように、こう、できないかな。いや、ちょっと違うか。あ、でも範囲攻撃入った入った入った。結構範囲もじゃあ広いのかな、これ。結構範囲も、広い追い逃がしますね。じゃあ、とりあえず、こっち方向から、ウォールバスター入れて、アチャクイとかイーグル砲とかもなるべく壊していただきたいんで、で、なるべくね、壊していただいて、じゃ、一旦スケルトン、スケルトンバレーでタゲ取りからの、で、ちょっとね、ターゲット吸収していただいて、で、そっからね、ウォールバスターを延命させていきましょう。で、バーバーキョン入れていって、どうだ？こっからさ、
圧着に当たるけど、壁を開けてくれる、オッケーくれた。で、霊場としてボーラーたちでカットしてって、で、インフェ、インフェの竹取りですね。なるべく早めにアイアンフィスト発動していって、インフェの竹取りを行って、ボーラーたちをなるべく守っていきます。で、頼む頼む、こっから、イーグル砲と、あとは、インフェタワーを壊してほしいですね。インフェ壊せ、よし、で、あ、ちょっと一旦クローク。インフェを壊してくれない、ワンチャン、ワンチャン、オッケー、壊した。よし、よ、いけるいける。タウンホール12、全開いけるぞ。で、中心部分になるべく集まるようにしていきたいんで、こっからスケルトンバレーでサイドカットを行っていって、攻撃、優先攻撃目標を無差別なんで。で、弊社も削っていった。よし、じゃあ、さあ、こっからスケルトンバレーラッシュいけー、垂れ流していく。で、ガンの風船、大量の風船を送りつけていって、で、どうしようかな。まだクローンは一旦見送る。あ、間違えた、間違えて。ちょっとウォーデンとアーム使っちゃったんだけど。で、少なくなってきたところに、クローンを落としてスケルトンバレーたちを増やしていきます。で、こっちも、スケルトンバレルたちを増やしていって、さあ一気に、いけ、あーで、そして、トルネードトラップ、トルネードトラップ、出てきたスケルトンたちがどんどんやられてる、やられてる、洗濯機の家現れてる、くる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 。やっぱりと、スケルトン、トルネードトラップ強いって。いや、でも結構意外と、ネタ攻めかなって思ったけど、破壊率を持っていた以上に伸びている。強い強い強い。で、シングルインフェとかに関してはスケルトンたち、完封できるんで、いいよ。で、ババキンとかもなんか処理しちゃって、あー意外と伸びた。意外と伸びてって、星2の 65%、いけましたね。星2取れるんだ。はい。じゃあね、出てきたスケルトンとか、結構攻撃優先目標無差別なんで、ラバースケバレ、言いづら。ラバースケバレで、ちょっと攻めてみようと思います。なので突撃艦にして、援軍にはね、ラバーハンド入ってるんで、ね、とりあえず、やっぱり、スケバレって優先攻撃目標が、無差別なんで、あんまりこのね、手前の施設に落ちてほしくないじゃないですか。だからなるべく削っていって、で、防衛施設の方に落ちていってもらうようなイメージで、ちょっとアチャクをね、ここから出していきます。アチャクやババキをね。で、サイドカットしといて、ここら辺は一応、サイドカット的な感じでやっときましょうか。で、テスラ追って、エリポンとか追って、で、こっちのね、資源設備はね、少ないスケバレで削っていきます。で、ね、スケート削ってる。いいよいいよ。削ってますね。で、これによって、ここら辺はもう防衛施設しかないじゃないですか。なんで、スケバレたちで、防衛施設をえぐってもらいましょう。よし。で、そして行って、こっから、スケバレをギャーって出してって、で、突撃艦で、ラバル。で、よし、ウォーデンたち、行きましょう。で、そして、ここで、レイジ、レイジ。で、こっちもレイジ。落としといて、で、こっからさ、行け。で、ここで、ピキーン使っていって、どうだ？行けるか？行けるか、これ。で、ここで、おなじみ、トルネードトラップで。あー、出てきた！スケルトンたちがくるくる、もう、トルネードトラップたちでやられちゃうから意味ないな。全然、ああ。ダメだ。そんな強くねえ。なんかそんな強くない。で、残ってるのはラバーハンドだけで。もう、他のバルーンとか、ラバルガゴの方がいいですね。普通に。ラバルガゴの方が、結構やっぱり絶対壊してくれると思う。スケバレだって、ラバーハンド積んでる分そこまでいないんで、全然、届かないんですよね。奥まで。奥まで届かないから、ラバルガゴの方がいいわ。はい。じゃあね、そしたらね、ボーブリッド系の戦術に入れてやってみようと思いますので、まずはビビドアでサイドカットやっていきながらのタゲ取ってサイドカットですね。やっていきましょう。で、ゴレを当てていって、ボールバスター当てて、のアチャクイでカットの方をしていって、で、壁を開けろ、よいしょ、開けた開けた開けた。で、ボーラー入れてからのババキンですね。入れていって、さあ、壁を開けてくれるのかどうか頼むよ。オッケーオッケー、まだ持ってる。まだ持ってるんで、で、ここで、一旦、よし。で、さあ、行きましょう。ここから霊場かけていって、一気に。で、ウォーデン、トーム、かけていって、ボーラーたちを守っていく。さあ、いいよ、奥まで入ってる、奥まで入ってる。奥まで入ってる、入ってってるんで。よしよしよし。で、あー、トルネードトラップ、突破兵器。突破兵器、なんか、あれだ。効くっぽい。効くんだ。効くんだ。待って待って待って。で、出していって。で、あー、そうか、優先攻撃目標。優先攻撃目標、無差別だから、防衛施設にスムーズに。行ってくんないってハプニングになってる。で、これ中心部分、まあ、削ってくれたんで、と、スケルトンバレルたちが、優先攻撃目標も無差別だから、どんどん落ちていく。どんどん自分が自滅していくんで、意味ない、意味ない。ボーブリッド系の戦術にでも、そんな強くない。そんな強くない。あ、でも、大量のスケルトンたちが、うわーっつって、はい、うわーっつって入ってるんで、なかなかいいんじゃないですか。で、レイジスケルトンで、あ、でも全開ある。単発に対してはね、やっぱ、
スケルトン強いんだけど、範囲攻撃、ああ、水と削れてたらあったな。水と削れてたらワンチャンあった。でもいいよ。ひょっとしたらあるか、あるかもしれない。よし、テスラ壊した。テスラ壊して。あー、CV な、ちょっといいや。もうちょっと、ヘイスト落としといて。頼む。頼む。ウォーデンちゃん、頼む。頼む。あー、ダメだ。範囲攻撃にやっぱ弱いから。ただまあ、91% まで、一応伸びたは、伸びたんですけどね。はい。そんな感じで、今回はですね、期間限定ハロウィンのユニット、スケルトンバレルを使ってね、いろいろ遊んでみたっていう動画、お送りしていきました。いや、本当にね、やっぱり今までのクラクラにはね、ないユニットですし、期間限定なのでね、皆さん、今のうちに、たくさん遊んでおきましょう。そうだ、サブアカとかの方でこれ撮っとこうかなって、これキャンプの動き。キャンプからはみ出してね、これ、君たち。キャンプから、はみ出してるよね。はみ出してるよね、君たち。影の位置が、この飛行ユニットの位置になるんですけど、キャンプからはみ出すって、どういうこと？枠を超えない。枠にとどまらない。面白さってことですかね。なのでね、こういう風にですね、最新情報とかですね、いただきましたね、こういう風に開発ビルドで、動画ね、どんどん出していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。